こんばんは。お久しぶりです。今日はスマホで間に合わせ動画になります。はい。かぼちゃとかぼちゃの種と厚揚げです。私のメニューっていうのはちょっと動物性タンパク質が欠けてしまうことが多いので、最近お肉を揚げてたんですけど、ちょっと取れてなかったですね。この1週間ぐらい。おお、豚子大きいの取るね。野心坊対決ではやっぱりグリコと豚子がいい勝負かな。多分グリコは成長期だもんね。豚子はもう成長期終わってるけど、なんだか知んないけど野心坊ですね。ね、相変わらずみんな覆いかぶさってるね。何が何だか見えない。あれ歌子ですね。頬袋に今入れた。グリコもういいの？何が何だか分かんないよ、これは。あら、はい、おマーサなんか気づいた顔してるね。どうしたの？何に気づいたの？よっこいしょ。女の子たちなんかすごいことになってるね。たまにこんなみんなの間に入る必要ない、こっちにあるじゃんみたいに気づく子がいるんですよね。でこっち来るんだけど、すごいね、女の子たち迫力あるね。マリラももう満杯じゃんね、マリラ。すごいね、こんなにずっと渋滞してるのも珍しいですね。要するにここで頬袋に詰めないでここで食べてるんですよね。こっちを向いてないのがちょっと残念なところなんですが、グリコがちょっと暗いね。うたこすごいすごい、やっぱうたことグリコですね。なんか女の子たちだけで終わりそうだな、こりゃすごいんだもん。タコまだ詰め込むの？すごいね、暗いよ。じゃあ、あれなんかピンボケしてるかな。じゃあちょっと移りましょうか。最近ちょっとダディがですね、よいしょ、なんだかね、足腰が悪くなってきちゃったみたいなんですよ。でもね、なんかね、こう別に踏み外すというか転ぶようなところがない。え、これダディ？これダディですよね。ので特に多分普通にね、年取って足腰が悪くなったんだと思うんですよね。ダディ、あら、お花出して可愛いじゃない、可愛いじゃない。今巣箱の中入れちゃったんだけどね、ちょっとおぼつかない歩き方を見せて。ダディちょっとおぼつかないんだよね。お、伸びした。ビロードな毛並みだったのもちょっとね、ちょっとボサクサしだしちゃってね。まあ頑張って誕生日迎えましょうね。ちびすけがね、面白いんですよ。これちびすけなんだけど、探検隊さんからいただいたちびすけ、こうやってね、ぴょんぴょんって、君たちで見えないんだけどさ、ぴょんぴょんぴょんってこうね、飛ぶのが好きなんですよ。ぴょん、どこちびすけ、見えない、あれ、あ、もう今ご飯に夢中に上がった、だったごめんごめん。なんかボケてるな。フォーカスが合ってないよ、ちびすけ。
チビスケは綺麗に撮れてるけど、後ろの子たちのフォーカスがあってね。なんで？おかしいな。よいしょ。これはラルフですね。うちにはね、短毛の男の子が、チャッピーとラルフ、ね、若い子たちでいるんですけど、なんだ、3月15日にフーコが産んだ子たちで、男の子は長毛が2匹と短毛が2匹なんですよね。でね、この短毛の子がね、ラルフがね極端にちっちゃいのと、チャッピーがこっち極端に大きいんですよ。でね、やっぱ食べ方も全然違って、あら、チビスケ種に食いつく。美味しいね。ギルがなんか古いかぼちゃの種を食べてしまっている。ちょっと早くこっちにあげよう。ギル、それちょっと前のかぼちゃ、ちょっと前のかぼちゃの種だよ、それは。こっち食べよ、こっちを食べましょう。ちょっと水槽の中が荒れてきたね。ごめんごめん、すぐ荒らすと思う。ごめんよ。あれ、マルコは、あ、マルコいた。じゃあ後で食べてね。ね。最近年が取ってきたからか、男の子たちはボス交代もなく仲良くしてんだけど、なんかちょっとね、老いが進んできましたね。ちょっと悲しいんだけども、なんだろうな、お腹のところがシワシワになってくるんですよね、ローハムは。でもね、ダディもね、この1歳半ぐらいの年齢で割と年取ったんですよ、一気に。お腹のあたりがシワシワになって、まあ長毛の子はみんなそうなんですけど、やっぱすごい長毛が若い時は長くて綺麗なのが、毛玉とかが増えてこう短くなっちゃったりするんですよね。でこの子たちもちょっとね、毛並みというか、毛並みっていうのかな、毛質がちょっと年取った感じになっちゃうんですよね。でもね、ダディがね2歳ぐらいになってね、いきなりブワーってこう1歳ぐらいの時の毛並みみたいに綺麗になったんですよ。だからこの子たちもね、もしかして2019年そうやねぐらいになったら、バッと若返るかもしれません。まだ食欲旺盛だしね、多分大丈夫ね。頑張ろうね、若者に負けないようにね。2歳迎えようね、みんなね。女の子たちはもうくつろいでる。女の子たちもそうだよ、みんな元旦生まれの、去年の元旦生まれの子たちは頑張ろうね、という感じで。ダディ何ここでひっそりしてんの、という感じのご飯の風景と近況などなどでした。ではでは、タコ大袋パンパンだね。ちょっと見せて、あらグリコも来ちゃった。ちょっと見せてよ、パンパン具合を見せてくれ。うん程よいですね、程よいパンパン具合、ペロペロして。タコとフーコはなぜか知らないけどね、抱っこするとペロペロするんですよ、ペコちゃんみたいに。何なんだろうね、姉妹の似た癖です。ではでは、さようなら、おやすみなさい。